こんにちは、市役所です。続いて後半は児童虐待防止推進月間とこの期間に開催する子どもと子育てを地域で支える集いについてお伝えします。子ども相談支援課の小澤さん、子ども家庭課の井野田さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、今回はどういったお話でしょうか。このところ児童虐待の報道が毎日のように流れていますが、子どもを取り巻く社会環境は一昔前と大きく変わっています。少子化や核家族化、また地域での交流の弱さなどにより育児不安を抱えながら孤立して子育てしている保護者も少なくありません。児童虐待は子どもへの著しい人権侵害ですので、将来にまで影響を及ぼす問題です。そこで厚生労働省では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定めて、児童虐待問題に対する社会全体の関心を高めるため集中的な広報啓発活動を展開しています。今年度はもしかしてあなたが救う小さな手をスローガンに啓発活動をしております。時代を担う子どもたち一人一人が安全で安心して養育されるよう社会を作るため、私たちは取り組んでいく必要があると思います。なるほど。それでは児童虐待防止に向けた東近江市の取り組みについて教えてください。まず今月14日、蒲生地区の茜文化ホールで開催する子どもと子育てを地域で支える集いについてのお知らせをします。はい、この集いはどういう内容のものでしょうか。はい、この集いは2部編成で、第1部では児童虐待を早期発見できるよう子どもの笑顔を守り続けるためにという演題でご講演いただきます。はい、講師は市の要保護児童対策地域協議会長で福井県立大学准教授の吉野純次さんです。児童虐待というと一般の人からは怖いことですとか特別なことというイメージがあるかと思うんですが。そうですね、児童虐待と聞くと特別なことと思われがちですが、実際はどこの家庭でも起こり得ます。決して他人事ではありません。また講演後、当集いの実行員でもある子ども家庭支援が家庭支援についての活動報告をします。はい、では続いての第2部はどのような内容でしょうか。はい、第2部は地域総ぐるみで子育て支援ということをテーマに、日本子育て応援団の事務局東間のり子さんにご講演いただきます。はい、虐待予防のお話の後に子育て支援のお話があるということなんですね。はい、地域まるごとケアによるまちづくりの提案をしていただきます。先進地事例を交えながら妊娠、結婚、出産、子育ての切れ目ない支援を地域ぐるみで取り組むことの大切さについてお話しいただきます。はい、ではこちら参加したい人はどうすればいいですか。はい、予約なしで当日お越しいただけます。はい、なお託児が必要な方は、11月6日までに、電話かファックスでお申し込みをいただきたいと思います。電話番号は子ども相談支援課074824-5663です。ファックスの用紙は各コミュニティセンターや各子育て支援センターに置いてありますのでご利用ください。わかりました。ぜひたくさんの方にご参加いただきたいですね。さあ、それでは次に児童虐待防止推進月間中の取り組みについて教えてください。はい、11月3日の二五八祭りにてオリジナルの缶バッジ作りやバルーンアートなどで市民の皆さんに児童虐待防止について PR します。はい、でまたJR の戸川駅で街頭啓発を実施するほか、関係機関やチョコトバス車内にポスターを掲示します。また職員は児童虐待を防止するというメッセージが込められたオレンジリボンをつけて啓発活動に取り組みます。なるほど。お子さんもお父さんお母さんも辛い思いをする児童虐待なくなるといいですよね。そうですね、子ども相談支援課では子どもに関するさまざまな問題を良い方向へ進めていけるようお手伝いします。
相談者のプライバシーは必ず守られますので、ご安心してご相談ください。わかりました。こんにちは、市役所です。後半は児童虐待防止推進月間について、子ども相談支援課の小澤さん、子ども家庭課の井野田さんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。